ピレスロイドとは、除虫肉、SCHVIP に含まれる有効成分の総称で、今日では各種誘導体が合成され各国で広く殺虫剤として利用されている。天然に産するピレスロイドは、菊酸を共通構造に持っており、ピレトリン I とピレトリン II を主成分とする6種の化合物の混合物である。また、微量成分のピレスロイドとして、シネリン I、 シネリン2あるいはジャスモリン I、ジャスモリン2も含まれ、いずれもピレトリンと同様な作用を持つことが知られている。ピレトリンの誘導体は合成ピレスロイドと呼ばれ、アレスリンなどが知られている。ピレスロイド類は昆虫類、両生類、爬虫類の神経細胞上の受容体に作用し、イオンチャネルの一種である NA チャネルを持続的に開くことにより、脱分極を生じさせる。 哺乳類、鳥類の受容体に対する選択毒性作用はないので安全性の高い殺虫剤である。開発初期の合成ピレスロイドには菊酸構造が存在したが現在の合成ピレスロイドには共通化学構造はもはや存在しない。天然ピレスロイドは酸成分の菊酸とアルコール成分のピレスロロンとの酸エステルである。菊酸の構造式菊酸は シクロプロパンカルボン酸の一種でテルペノイドである。1891年、シュ主楽電方辺と、レーブが、除中菊を水蒸気蒸留することにより管理した。キクカルボン酸とも呼ばれる。化学式 c 1 h 1六 o 2で、分子量は168.23。IUPAC 名はマイナス 2? ニジメチルマイナス3。シクロプロパンカルボン酸。 CAS 登録番号は4638から92から0。U.17 摂氏21度の不安定な黄色の油様物質で殺虫作用を持つが光、空気酸化により分解し失活する。不揮発性で水などの極性溶媒には溶けにくい。ピレスロロンはピレトリンの菊酸エーステルのアルコール成分マイナス2、メチルマイナス4オキソマイナス3マイナス2、 4ペンタジエニルマイナス2、シクロペンテンマイナス1オールに付けられた、寛容名である。カトリ先行1910年、スイスの中立飛行科大学のヘルマン・シュタウディンガーが、白バナムシ菊ケクの殺虫成分を発見し、その化学構造式を発表した。同志はこれをピレトリンと命名し、昆虫の体内作用や、温血動物には無害であることを発表した。 乾燥させた花びらの粉末が農薬として利用され、その後女中菊はアメリカ合衆国から日本へと普及していった。日本では明治時代に女中菊が導入され、1890年に大日本女中菊創業者の上山栄一郎が江戸時代以来のかやり火に女中菊を応用したか取り線香を発明し、それが普及することで、 ピレスロイドが殺虫剤として広く利用されるようになった。戦後、工業化が進むにつれ、住友科学が除中菊に含まれるピレスロイドを全科学合成する技術を確立した。今日では除中菊そのものが利用されることは少なくなり、カットリ先行であっても合成されたピレトリンやアレトリン等の合成ピレスロイドを原料にして製造されているが、 女中菊から抽出したものは農薬として有機農業に使用することが認められているため今でも需要がある。疫学的にはマラリアや黄熱病などを媒介するかを防除する目的で女中菊が古くから利用されてきた。第二次世界大戦以降は DDT など有機塩素系農薬が汎用された時代もあったが有機塩素系農薬の残留性。 体内蓄積性が問題となり、DDT が1973年からアメリカ合衆国環境保護庁によって製造禁止になると、再び合成ピレスロイドも新薬開発が進み、蚊、ダニなど媒介動物の駆除に利用されるようになり、一般化していった。日本ではカットリ先行やスプレー式殺虫剤に利用されるが、中央、アフリカなどでは、 合成ピレスロイドを吸着させたカやも利用されている。しかしピレスロイドに薬剤耐性を持つかが1996年に発見され、その他ダニトコジラミゴキブリにも耐性種が発見されており、製薬会社は対策としてオキサジアゾールを配合している。天然ピレスロイドのピレトリンは光、酸素、アルカリに不安定で環境中に揮発した後は速やかに分解。 失活する短時間作用型の防虫剤である。この性質は農薬としては欠点となり、除虫肉を原料とするのでは、天候に左右され大量生産は困難であることから、20世紀前半から化学合成のピレスロイド薬剤が研究、開発され、実用化されるようになった。合成ピレスロイドの実用化により、農薬、家庭内殺虫剤として、 ピレスロイド契約剤が広く利用されるようになり、エアロゾル剤、燻定剤、揮発製剤、乳剤と多様な利用形態が開発されている。ピレスロイドは、哺乳類や蝶類に対して、毒性を発揮しないという特徴から、最も身近に利用されている、防虫剤である。外虫駆除のためのピレスロイドの利点を列挙すると、速攻性、気機効果、フラッシングアウト、 安全性が挙げられる。ピレトリンは1919 19年と1923年に山本の構造決定の報告があるが、1924年にスイスのヘルマンシュタウディンガーとレオポルトル自治下によって殺虫活性物質の主成分の構造が決定され、彼らによりピレトリンと命名された。ピレトリンは混合物で、ピレトリン I とピレトリン II が含まれ、いずれも殺虫作用を持つ。 昆虫類の神経受容体に強力に作用するが、哺乳類の受容体に対する作用は比較的弱く、昆虫への作用量では全く作用を表さないため、除虫菊としての使用を含め、人畜防虫剤として古くから利用されてきた。光や空気酸化により、速やかに失活するので、作用時間が短い特徴がある。人の皮膚に直接塗布して、 アレルギーを誘発する例がある。人が大量のピレトリンにさらされると、後半、皮膚炎、急診、創医などの皮膚症状、気管支喘息、そく、警眠、血管運動神経性鼻炎、アナフィラキシー様反応、後診のびれ感、吐き気、下痢、耳鳴り、頭痛、情動不安、協調運動障害、麻大性痙炎、近く麻痺、衰弱など神経症状が現れることがある。 重篤な場合は、中枢性の呼吸停止により、死亡に至る場合がある。シネリン構造式1945年に、女中肉から再発見されたピレスロイド、ピレトリンと同様な作用を持つ。皮膚に直接塗布して、アレルギーを誘発する例がある。大量のシネリンにさらされると、後半、皮膚炎、急診、創用などの皮膚症状、喘息、軽眠、 血管運動神経性鼻炎、アナフィラキシー様反応、更新の痺れ感、吐き気、下痢、耳鳴り、頭痛、情動不安、協調運動障害、麻大性痙炎、近く麻痺、衰弱など神経症状が現れることがある。重篤な場合は、中枢性の呼吸停止により、死に至る場合がある。ジャスムリン構造式、ジャスムリンのアルコール成分は、ジャスミンの香り成分、 ジャスモンの余位にヒドロキシモトがついたアルコールである。他のピレスロイドと同様に殺虫作用を持つ。アレスリン I、アレスリン I、アレスリンはピレトリンの構造をもとに初めて全化学合成で創造された殺虫剤で構造が異なるアレスリン I、アレスリン I が知られている。なお、いずれも立体不明の混合物として合成をび命名されているのでアレスリンと呼んだ場合は 8種の異性体混合物を指す。ありがとうございます。